全日本でも8位以内に入ってくる選手に装置上がりました。デリケートなカーブ、ここで登るリズムを崩してしまったら元も止まりません。確実に、そして着実に距離を稼いで、そして無用な力を入れず自分のリズムを作って上部につなぎたいと思います。さあこの距離、比較的長身の高田智章選手です。さあ待ち受ける難関といった感じでしょうか。さあこの部分はどうでしょうか。いやいや右手をこぐ感じで、さあ今度は比較的見やすいホールドですが、かといって決して持ちやすいホールドではありません。選手を待ち受けるのは上から持つホールドばかりではありません。下からすくい上げたり、横からずっと自分の体を引っ張り込んだり、そういったホールドが待ち受けています。今回のホールドの構成はフラッシュグリーン、非常に鮮やかなグリーンと、そしてシックな黒、最も黒いホールドは下からのオブザベーションでは形状が分かりにくいという難点もあります。さあ頑張っ、トヨタ。さあここでクリップを行わないといけません。守備よくクリップをしてワンハンドで、ややレスト気味に入りました高田智章選手。どういう構成で進んでいくか、ここには手順が複雑な手順いろいろありそうです。さあこうきました。さあそして右足をかけて、しかしこの整備線は左足の足のポジションです。さあそして高田選手がこのポジションからクリップを選びました。さあこれで精神的な優位さが測れます。さあプルプルっと右手を震わせて今までの疲れを取って、ぐるっと右足と左手で体を押し込んで支える。さあこのポジションはどうでしょうか。マイクのポジション頑張っ、というキャッチした。さあ頑張っ、しかし、